アトリエ公演ですね。9月24日より六本木アトリエフォンテーヌというところで、これ前回に来た方は知ってると思いますが、キネマの店長やりました。キネマの店長やった劇場で今回またやります。どのくらいの人数も100人くらいかな、100人120人くらいかな。で、出し物が、眠れる森の美女、これはね、ディズニーじゃありませんよ。ディズニーじゃないんですよ。そう、これ1回ね、やってるんですよね。アトリエ公演として野草会で私出たんですけど、その時も今回と同じ役で、役で男声出てましたね。これがまた大盛況でね、面白いって言っていただいて、ね、そうなんです。これ本当コント見たら一人の、今回初発表じゃないですか、これってやりますっていうのが。あ、そうですよ、まあ、ね、初ですよね。だってこれが決まってから週刊野草会撮ってないんだ。そうですね。なので今初めて言っております。そうですね、皆さん来てください。キャストがね、今回ね、ちょっと4チームになるから。4チームですか？そうなの。3じゃなくて 4になるんじゃないかという噂が、噂なんですけどね。まあ、野草会って大体月星、月シーム、星チーム、月組、星組。で、あとさ、3つ目あると太陽組になるんですね。星組、月組、太陽組。で、4つ目になると何するのかなと。星組、月組、太陽組。その文字、空組なんか、どこその影みたいになっちゃったけどね。そうなっちゃうね。ちょっとあるところのガスが激なになってしまうね。あの、あっちの大阪の方になってしまうんで、まあ、今回それなんで、ちょっとキャストが大勢いっぱいおりますんで、はい、で、日にちも9日間ぐらいあるのかな、違うな、9回公演ぐらいやると思います。9回かな、ね、下手したら11回ぐらいやると思うんで、はい、大変でございますが、皆さんもしよかったら4組全部見に来てください、ね、そうですね。で、正式発表したらみんな組やりますんで、はい、出るんじゃない、はい、今回は女にしてる、うん、そうなのよ、あのね、今回役名がないのよ、全部ないんですよ ね、全員男1から6、女1からね、で、女2、俺男1、パーマも当てたことだし、ちょっと気分一新で頑張りたいと思っておりますので、そうですね、今日も実は稽古があるので、この後ちょっと本番に向けて頑張りたいと思いますので、そう、女2はいい役だからね、頑張りましょうね。そうですね、絡むしね、本当、なんだろう、へんてこ人ですね。あ、ちょっと話の大まかな感じをちょっと説明していただけないでしょうか。一人の男の子が、男の人が、自分の婚約者がいる、入院しているとお母さんに言われて、あんたもお見舞い行ってきなさいと、で、ある病院に行くんですよ。で、そこの病院で、ちょっと雰囲気がおかしい、この病室に僕はお見舞いに来た、いや、その病室には誰もいません、え、どういうこと、そこまで言っちゃっていいんですか、みたいな感じから始まるんですね、はい、で、結構ちょっと不思議な感じの中に笑いもあり、最後にはちょっと人間のそういう、またね、コメディなんだけど、定時もあるなかなかいい方法ですね、これは。へんてこな人がいっぱい集まってるんですけど、ね、なんかまとまって、まとまって物語が、まあちょっと見てください、面白いんですよ。やっとり公演なんでね、ちょっと、新鮮な若手の人も大勢出ますんで、そうですね、なかなかいいんではないかと思われます。それがもう帰っていきましょう。9月24日より六本木アトリエフォンテーヌで眠れる森の美女になります。これは近々、まあ、ちゃんとキャストとかもね、新日とかもチケットとかも発表しますんで、お楽しみ。さて、本公演もあります。あ、もう決定なんですか。もう決定ですよ。1月はもう決まっております。キノクニアです。キノクニアサナシアから、はい、1月にやります。やります、これは何をやるかはまだ決まってません。あ、そうなんですか。決まってないそうです。いろいろなんかね、あるらしいです。ちょっと面白いのをやってみようかということで、1月もやろうかな。あとこれはまあ全然決まってないんですが、来年の夏にはちょっと俺は君のためにこう新入道地方でやろうかなという話もちらほら出てるかな、出てないかなみたいな、出てるかなっていう感じかな。みんな盛りだくさんなんですよ。はい、もう演奏会ちょっともう急ぎ足でたったたった行ってる感じです。そうですね、いいですね。で、舞台だけではなく映画もやります。そうなんですか。映画も進行中でございます。野草会シネマプロジェクト第2弾、題名はまだ決まっておりません。決まっておりません。でも台本は着々できております。オーディションも進んでおります。そうなんですか。そうですよ、オーディションも進んでおりますよ。知りませんでした。ちなみに野草会シネマプロジェクトシネマ野草会シネマプロジェクト第2弾かんだ初恋。おお、そうですか。初恋、そう、初恋ですよ。それに続く第2弾、夏の思い出、夏の記憶です。出たくせダメでしょ、サブタイトルで、こういきなり言われると焦って口がね、カラカラになる。それはしょうがない、俺もかもしれない。そうですね、私より噛みますよね。そう、だって俺の方が喋ってるもん。いや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 、そうでもないですね。そうですか。なので、週刊野草会じゃないや、野草会シネマプロジェクト第2弾の、その映画もお楽しみということで、はい、さあ、そんな感じでそろそろいいかな、もう情報出したかな。そうです ね、はい、あとはそうね、劇団員のあれとしてはいろんな劇団員ちょくちょく
テレビ出てますんで、最近 VTR とか CM とかいろいろ載ってるんで、なんかチャンネル載せたら、あ、知ってるみたいな感じがかもしれませんので、よろしくお願いします。そのためにもちょっと今度、劇団のみんなをこう、紹介したいですね。そのためにピックアップやそうかが、こうみんなをですね、どうやって例えば稽古場、風景的な、それ撮るのね、どうですか。私が撮ります。あ、じゃあお願いします。はい、お願いします。私結構カメラ上手くなかったですか。あ、してくれてない。実はあのこの前のあのサダーシアターの時にみんなの練習風景を私いっぱい撮ってたのに、全然乗ってなかったですね。あーね、あれはカットしました。そういうことする人なんです。違う違う違う、あんだけ頑張って、いや撮っといてとか言って言われたから、あ、わかりましたって撮ったのに、次は本当撮ります。あ、本当、はい、じゃあなんかインタビューもマジで撮って。そうです ね、やりたいと思います。ということで、あとは夏になったらあの海岸でのロケも楽しみ、楽しみかな。いいよ、リナ、長袖で、歌舞伎屋さんも来た。あ、じゃあ私、そうですね、完全防備。完全防備、完全に口だけ、それだけでいい。そうですね、脇から声だけ出しときます。あとほら、あのキャスターでもお二人じゃない、岡安純子と、じゃあね、その二人に水着着てもらって、着てもらって、着てもらって、じゃあ長袖に、そうそうそう、日傘に帽子にマスクに、いいじゃない、いいじゃない。ですね、水着はなんか渋谷がダイエットするって言ったかな。あ、本当ですか。渋谷に頑張ってください。やばいのかな。いやいやいや、やばくないです。やばくない。じゃあそんなんで決めましょう。週刊予想会、週刊予想会って言っていいか分かんないけど、次の更新日は、日まぐれ予想会、そろそろ終わります。気まぐれに終わります。気まぐれに終わります。次の更新日は秘密。ごめんなさい。内容は秘密。来年、あ、でも次回は多分そのアトリエフォンテールの状況を、アトリエフォンテール、アトリエ公演の情報をちょっと言えるかな。アトリエフォンテールってすっすごいかっこいい名前ですね。すっごいいい。アトリエフォンテーヌ。フォンテーヌ。なんかフランスみたいな、ね。背広とズボンみたいな。それはよくわかんないですけど。タコ足八本イカ十本。ああ、そろそろ。じゃあもうこれしましょう。分かった分かった。もういいよね、こんなこの回は、こんなこの回でこれで。はい。ピックアップやすかな、私いや。じゃあ皆さん次回まで気まぐれ予想会。ああ、言っちゃった、気まぐれ。気まぐれにお待ちくださいませ。では、せーの。野草会。